はい、皆さんこんにちは、レイです。ヤマハの XSR700 の登場でございます。いやいいね。 MT-07 もしばらく乗ってなくて、このタイプのバイク久々なんだけど、いやこれぞ素直だね。これぞ素直だと思う。なんか必要なものとか不要なものとかそういうこと考えなくていい。このバイクはね、全部もうある欲しいものが、でなんかいい風に捉えると、別にこれになんか電性サスとかトラクションコントロールとかクイックシフターが欲しいなとか、オートブリッパーなきゃ乗りたくないとは思わない。これね、なんだろう、気軽な日常の足のサイズ感が完璧にいいね。これ軽いし、なんかこれ不安になるぐらいスコンスコンに軽いんだけど、 XSR700 いいね。07よりもなんだろう、ポジションが気軽なのかね。今カッとか言ってなんかかんだけど、ちょっと振り返ると MT-07 が最初出た時にはMT-09 の発展ってまだしてなかったんだよね、確か同じぐらいの時期で。そこから MT-09 の次に、トレイサーとか、あと日本では発表されなかったモタード風のフラットなハンドルついたタイプとかあって、で MT-09 がどんどんとなんかこう変わっていく姿っていうのを07側からは見せつけられてたわけなんだけど、で09が出た時に MT-09 が出た時にですね、発売してすぐぐらいからずっとこれに乗る仕事が何度もあって、でふとした時に MT-09 に違和感を覚えて、なんかネイキッドっていうよりもこれなんかモタードで肘こうやって立てて乗るような、こう肘狭くするバイクじゃないなっていう感じがしたのね。でヤマハのホームページの中のスペシャルサイトとかよく見ていくと、スーパーモタードとかモタードってキーワードが出てくるんですよね。だからネイキッドではあるんだけども、いわゆる XJR1300 とかがずっと担ってきた王道ネイキッドの座をそのまんま受け継ぐわけではないんだなっていうのが意外だったんだよね。まあ、確かになんか WR250X とか乗るような感じで乗る方が MT-09 はしっくりきたから、多分その認識でそんなにずれてないとは僕は思うんですが、あーこういうコーナー最高、気持ちいいね。あーいいね、もっと傾けたい、もっとくねくねしたい。でね、 XSR900 が出た時にやっと09シリーズにど真ん中のネイキッドが登場したなっていう感じがしたんですよ。だから MT-09 と XSR900 どっちが乗りやすいか、一般的にいろんな人が乗った時にベーシックなオートバイで違和感なくスッと収まるかというと、09よりも XSR900 の方が僕は好きなんですけど、 MT-07 もそうかというと一概に確実にそうであるって一言ではちょっと言い切れない、言い切りたくない。あのね、そうだな、MT-07 のネイキッド感はある、09が違和感最初はあった。そこでもともと素直だった MT-07 にこの XSR が加わった形で、より自然な方向で仲間が加わっちゃってるから、 XSR700 がむちゃくちゃ普通のいいオートバイに感じられる。でなんだろう、こっちの方が警戒感出ちゃってる感じ、なんでだろう。燃料タンクも入ってるっしょ、なんだろうこの軽さ。パワーがものすごい出てるとか、07と出力がそんなに極端に違うことは何もないんだけども、なんだろうな、スロットルもほどほどに息継ぎを感じる。シフトダウンしてった時もエンブレの効き方とかも穏やかだし、なんでだろうな、なんでこのバイクなんかバランスまた良くなっちゃったんだろう。僕乗ってるのが今回これレッドなんだけど、このカラーリングもいいね。なんかシルバー系のバイクの方がいいかな、シルバー系一択かなって思ってたんだけど、全然そんなことないね。ちなみにフロントフェンダーどんな感じ、こんな感じ。
素敵。あ、気づけばこんな綺麗なとこにいます。こんな素敵なとこにおります。ちょっと風が強くてどれだけ声がマイク拾ってくれてるか不安なんだけど、これクイックシフターついてないよね。これついてないよね。3速、まあ、戻したら入る。そうだよね、クイックシフターないよね。これライディングモードとかついてんだっけ。これついてないんだっけ。まあ、いらないっちゃいらないからないのかな。情けだな、ボタンとかなんか見当たんない。なんか普段さ YZF-R1M 乗っていやー電線さず神ですよって言ってるんだけど、必ずしも全てのバイクに必要とは全然僕は思わなくて、ただ同じバイクで例えば YZF、CBR、あと何だろう選べるの、ブルティストラーダとかでありなし選べた場合はあった方が絶対的にいいんだけど、じゃあついてないバイクにつけられたらどうかって思うと、別になくても困ることは何一つないですね。でパフォーマンス系のバイクだったらもっとパフォーマンスを扱いやすくするだけじゃなくて、さらなるパフォーマンスを求めてカスタムしていくのもむちゃくちゃいいんだけど、 MT-07-09 であればもっと根本的な、なんか原理的なオートバイとは何ぞやっていうオートバイだから、なんかね不必要な欲というか、あんまりライダーとしての欲望をかきたてられるものがないね。そこになんか CBR とか GSX とか YZF とか ZX とかそういうの乗ってると、あーやばいやばい、ブレンボのモノブロックの削り出しのレーシングキャリパー買わなくちゃとか、なんかオーリンズのグレードの高いやつ買わなくちゃとか、なんかスプリングのレート早く使い切ってもっと硬いバネ入れなくちゃとか、なんかそういう階段構造になってる欲を一個一個登ってく羽目になりがちな気がするんだけど、あーなんか直感マフラーつけなきゃやばいよみたいな、全然やばいことないんだけど、なんかそういう欲が出るんだけど、07とか09とかドゥカティのスクランブラーだとありもので何も足りないものがないって素直に思えるところが気楽でいいかな。だから例えば YZF-R6 と R1 って縦軸で話すと、 R6 ってやっぱ R1 の下にいるから、どうしてもなんか R1 に追いつきたい気持ちとかも考えちゃうし、なおのこと車体価格安い分カスタムするお小遣いがもし残れば、納車と同時にマフラー交換お願いしますみたいな、コンピューターもお願いしますみたいなことやっちゃうような気がするんだけど、カスタムってやっぱさ泥沼で切りないから、引くに引けない戦いをずっとすることになるしね。料金所抜けました。0907のなんか等身大の自分でいられる魅力というようなものを感じてるような気がしてるような気がする。エンジンがコロコロしてていいな。でなんかハンドルも素直だな。例えばさ左手押すじゃん、自然とこうやってバイク寝たり曲がったりするしさ、すげえフロントのハンドリング軽いなこれ。話ちょっと変わるんだけど、日本のメディアと海外のメディアの大きな違いとしては、日本ってジャーナリズムっていう考え方が実在しないので、あくまで広告ベースの世界なので、広告料をもらってるものを悪く言うことってできないんだけども、アメリカのバイク雑誌はここダメとか、もうちょっと辛口なことをはっきり言う文化があるようですね。どうやら両方見てると。僕もバイク雑誌の仕事していて、明らかな弱点とか悪いところ気づいていても書いても誰も仕事側の誰もが喜ばないってところがあって、そこをあえて書こうとは思わないね。それよりもそれを買うことで得られるもので一般的に気づき得なさそうなこととか見失いそうなこととか、メーカーがカタログ上で歌いきれなかったことを代わりに伝えてあげる広告の仕事と思ってインプレをするので、本当の本音のダメなところっていうのはなかなか表に出さないんだけど、まあ YouTube は関係ないよね、言いたいこと言うよね。
でアメリカのメディア見ていたらこの MT-07 が最初出た時にインプレの動画いろいろ見てたんですよ。でそしたらまあまあサスペンションふにゃふにゃでクソじゃんって最初の冒頭で言ってて、確かにサスペンション腰がちょっと足りない、ただそれって YZF-R6 とか R1 とかを考えた時の話であって、このオートバイとしてサスペンションが足りないとはちょっと思わない。ただお金があるんだったらサスペンションいいものに変えたい。で07も XSR700 もサスペンションそのものは変わり映えしないですね。どっちもふにゃふにゃ。ただこれが高荷重セッティングとかもっとスプリングがレート高いもの入っててダンパーも奥の方でなんか動いてんだか動かねえんだか分かんねえよみたいな、街乗りのスピードじゃ動かせねえよってものだったら楽しくない。だからこのバイクは、このバイクが売れてる理由ってきっと多くの人に狙って文句を言わせてあげてるっていう懐の広さも受け止められる、その受け口の大広さというかっていうのもある気がする。文句を言っても結局は僕らライダーの多分ほとんどの人がほとんどの時間を日常的な速度域でいうと時速60キロ前後とかの街乗りで生きてるから、これを YZF-R1 で乗るような、なんかモテギ行くんですよ鈴鹿行くんですよっていうようなバイクにしても損することのが多くなりすぎちゃうから、多分本当に世間が必要なものとして作ってる気がする。だからきっとねバイクすごく上手な人とか試乗経験がすごい豊富な人だと文句のつけどころはある。だけどちょっと冷静になってこのバイクが何ぞやを考えてみると現実的に不満がない。欲しい、これ欲しい。これさ、我が家の WR250X の代わりにしてもいいんじゃないかな。これアッキーも気軽に乗れんじゃないかな。なんならうちの子供がちょっと大きくなった時にこれ2人乗りする時もマイルドでいいな。うん、 XSR900 も最高に面白いんだけど、ちょっとねこの XSR700 乗るまではちょっと違う考えがあって、今乗って何分、これ15分20分とかでちょっと発想変わったけど、09早すぎるかな。例えば07と09、この XSR ごめんなさい、700と900どういう使い勝手でどこでその線引きして分かれてくるかっていうことを考えると、乗りたい頻度と走る距離の法則をここで当てはめればいい気がする。なんか例えばたまにコメントいただくんですけど、このバイクとこのバイクで悩んでどっちがいいか悩んでますっていうことを言われることがあるんだけど、もともとバイクを最初に気になった理由って多分写真を見た一発の一目惚れか、動画を見てその動いてる姿を見た一目惚れ、どっちかだと思うんですよ。なんかスペックシートを見て性能をしてから惚れ込むってことはそうそうないはずで、その以前に見た目が好きだからスペックが気になってカタログとかスペックシートを見るっていう順番だと思うから、仮に2台3台のバイクで悩むのであれば一番最初の一目惚れに従った方が、心が素直な欲求に従った方が僕はねいいんじゃないかと、うわすげえ綺麗、いいんじゃないかと思うんですよね。っていうのが一つと、乗る頻度と距離の話で言うと、僕が仮に700と900を買うときに悩むのであれば、僕は長距離ツーリングに行く頻度がむちゃくちゃ少なくて街乗りする頻度がむちゃくちゃ高いんですよ。僕街乗りが好きなんですよ。で、あとはなんかモトクロスコース行っちゃうとかサーキット行っちゃうとか、そのあさっての方向の解決策を使っちゃうからちょっとインチキ技なんですけど、普段の日常的なバイクとの付き合い方を考えると、まあ、最近も例えばなんだ秋葉原の電気屋行ってちょっとマニアックな電気の機械買うとか、カメラ触りに行くとか、ソニーの α9 触りに行ったとか、今度 α7R3 触りに行きたいんだけど、それ普段使いする時のサイズ感が僕は一番大事なんですよ。
だからそこで毎週末箱根に行きたいんですよとかだったら900選ぶ。やっぱり乗る距離とか時間が長くなるのであれば排気量はかなりの味方になる。僕は WR250X を全然長距離用のバイクとしては使ってないですね。その時は他のバイクを引っ張り出してきちゃう。アッキーに婚約ビア代わりに WR250X を送ったんだけど、その送った時は2人のその東京23区の移動手段として買ったバイクなんですよ。それ以上のことは一切そこに求めなかったので、東京23区で一番楽しい車検もないサイズ感でいろいろ小回りが効きそうな、経済的にも小回りが効きそうなバイクっていうと、そこで高性能なバイクって WR250X しか僕の予算感では見つからなかったんですよ。もう3、40万ぐらい出せば KTM の、EXCF6 Days だっけとかね、選択肢が出てきたんだけど、まあ、もっとなんか乱暴に扱えて、なんならこかしても別にどうせ外装安いしって思える僕のお小遣いとのバランスも考えた時には WR250X が最高だったんだけど、もうちょっと排気量があった方が東京の東側の端からあの西の端まで行っちゃうとすごいなんかカントリーサイドになっちゃうからそこまで行かないんだけど、皇居を越えて走るか走らないか、わずか10キロぐらい、15キロぐらいの移動距離でも片側から片側まで行こうと思うと250よりもうちょっと排気量が欲しくなるっていう場面で、僕の個人的ニーズで言えばこの XSR700 困るぐらいドンピシャ来ました。これ来ました。そんなドンピシャ来たっていうところで、この話も何分してるか分からないので一旦閉めます。ちょっと真っ暗になってきてすげえ寒くなってきた。そんなわけですね、この XSR700 ちょっと何回かに分けてお届けしようかなと思います。ということで、ただ単にバイクに乗ってお散歩するだけのレイ散歩のコーナーにお越しくださいまして誠にありがとうございました。今週末はですね、西日本をぐりぐりと走ろうと思います。ということで引き続きご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、以上レイがお送りしました。